もしかしてスケルトンの水流エレベーター作ると地上に出ちゃう系ですか？あそこのスケルトンスポナーって結構浅い位置にあったからな。ちょっとむき出しになっちゃうのは仕方ないか。まあ無理やり丸石で通路作っちゃえばいい話だからね。なかなかダイヤモンドは見つからないねー。金とかはめちゃくちゃあるんだけどな。金もいいんだけどねー。あ、言ってたらダイヤモンドあったわ。お、マリサナイス。先にこっちの洞窟を潰しておこうか。そっちの洞窟はまだまだ広いの。見た感じまだ全然ありそうな気配がするぜ。湧き潰ししようと思ったが軽い気持ちでできるようじゃなかったから。先にダイヤモンドをつるはしで掘っちゃおうと。ちなみにダイヤモンドはどれくらいあるの？これはかなり大きな塊だな。少なくとも4つは確定しているぜ。ってなんだこれ？ダイヤ掘ったら水が流れてきた。マグマじゃなくてよかったね。確かに。どうせ何もないだろって前提で掘ってたわ。ダイヤは無事に回収した。4つ以上はなかったな。私も廃坑を見つけたんだけど、これは多分マリサがいる廃坑だよね。お前が大移動していないのならおそらくそれだな。よし。未探索っぽい場所があるから私はここを探索していこうっと。ダイヤばかりじゃなくて鉄も集めた方がいいんだよな。そうだね。今後のために集めてくれるとありがたい。アイアンゴーレムトラップを作ればいいんじゃないって案もあったけど。でもあれって村人が必要なんじゃないの？アイアンゴーレムがスポーンする条件を達成するためには村人は必要だよな。ってなるとネザーウォートがない現状としては村人を村から連れてこないといけないっていうね。そっか。ゾンビの村人を元に戻すにはポーションも必要だからね。ネザーウォートないのって結構きついな。なんで前回のネザー探索の時に取ってこなかったの？いやお前らが古代の残骸に夢中だったからだよ。マリサもかなり没頭していたけどね。まあそんな理由だからアイアンゴーレムトラップはお預けで。でもいずれ作ってもいいかもね。将来的にビーコンとか作るなら鉄とか無限に手に入るシステムがあると便利そう。ビーコンをフル活用するならそれは言えているな。別に私は自力で鉄集めしてもいいのよ。どんだけ鉄がいると思っているんだよ。でもあれって鉄以外でも機能したよね。でも金とエメラルドとダイヤだろ。それなら鉄でいいじゃんって話にならないか。まあその3つに比べたら入手難易度低いのは圧倒的に鉄だよね。ブロックが30個くらい必要なんだろ。そんなこと言われたらトラック欲しいわ。あえて困難に立ち向かうのもゲーム実況者と聞いたんですが間違いですか？私たちが困難に立ち向かっても面白くないから大丈夫だ。まあそれは会議室借りてしっかり会議しましょう。そんなに困難に立ち向かいたいの何？こっちはいよいよスケルトンの脇層の制作に入りましたよ。お、じゃあもう少しで完成するんじゃない？でも一番の難関部分である水流エレベーターの部分がまだなんですよね。面倒ごとは後回しにしているのか。夏休みの宿題は最後の数日間で一気にやるタイプです。こっちはこっちでダイヤモンドをまた見つけたぜ。マリサめっちゃ見つけるじゃん。ヨウムはまだ一個も見つけてないぞ。頑張れよ。プライド捨ててたり基本願になります。いや頑張ってもらわないと私が困るんだが。マリサ今日ついているからいけるんじゃない。今日の運勢1位だったでしょ。今日の運勢とか見てないからわかんねえよ。お。これ下にもダイヤモンドあるじゃねえか。しかもダイヤを見つける量もそこそこあるのすごいな。これで、8個かな、トータルで。あ、間違えて鉄つるはしで掘っちゃった。あ、これは罰ゲームの刑だな。お前には言われたくない。この廃坑広すぎないですか？軽い気持ちで探索したら思ったより広くてびっくりだな。それじゃあ新生活あるある話していきましょうか。いや唐突に謎企画始めるなよ。新生活あるある。友達ができない。それは草。友達ができないのはウプ主のコミュニケーション力と性格の問題なのであるあるじゃないです。冷静に分析されて普通にショックなんですけど。でももうあれか、そろそろ入学式や始業式が終わった人が多いんじゃないか。今週は多いだろうね。新生活はいろいろあると思いますが頑張っていきましょう。お前が毎回まとめてくるのなんだよ。これでもこのチャンネルの主なので。ダイヤモンド見つけました。なんでそんなに見つけることができるの？これが日頃の行いってやつじゃないか。エンチャントボン奪ったのに、それ毎回言うんじゃねえ。今回は間違えずにシルクタッチで掘ってね。無意識に起こるミスだからなあれは。お、今回はかなりの量がありそうだぞ。今までの量を更新する。余裕で更新するな。8個あるぞこれ。おお、めちゃくちゃあるな。今のところ合計で何個あるの？14個だな。あと間違えて掘ったダイヤが2個。それだけの量を幸運つるはしで掘ったらそこそこの数にはなりそうね。私もダイヤモンドないかな。って思ってたけどこの高さってダイヤモンドでないじゃん。え、お前上の方にいるのかよ。廃坑探索していたらいつの間にか高いところにいたね。だからマリサばっかりダイヤを見つけていたのか。私自身も今日はダイヤよく見つかるなと思ってる。あ、ゾンビのスポナー見つけた。ゾンビのスポナーはポイントになりません。残念でした。ポイントって何ですか？頑張ってますよポイントのことだけど。ネーミングセンス皆無。スポナー0点はちょっと厳しくない？え？じゃあ3点あげるよ。やったー。よくお前それで喜べるな。ちなみにダイヤモンドは1個見つけるたびに2点だよ。じゃあ私は30点くらいありそうだな。でも一番多いの私なんだけどね。は、お前ダイヤもスポナーも見つけてないだろ。スケルトントラップは100点だからな。このポイント制度お前が有利なだけじゃないか。
うわぁ？これミスっているやつじゃん。どうした？水流エレベーターの手前でスケルトンが突っかえてる。どこかしらに欠陥があるのかもしれない。は基礎を作ってからこうなるの面倒だな。一時的には開かないようにしないと。金発見した。金ごときで報告しないでください。厳しくない。金だぞ、金ってすごいんだぞ。マイクラの金って価値が低い気がしちゃうんだよな。正直使用用途がパワードレールくらいしか思いつかない。現実世界の金だったら腐るほどあっても困らないのに。これだけ金見つければ億万長者だな。金で思い出したんだけど金の PS4 のコントローラーってあるらしいね。ああ、傍聴大物 YouTuber が買っていたな。確か、100万くらいするコントローラーだよね。100万。そんなコントローラー怖すぎて使えない。これはゲーム中に切れてコントローラー破壊する人には絶対渡せないね。そうだな、なんてったって100万だからな。そう？絶対にマリサには渡さない。私コントローラー破壊しねえよ。破壊神マリサ。お前も便乗して悪口言うんじゃねえ。うおおすげえ。どうしたんだ。いや、ソウルサンドの水流エレベーターすごくてびっくりした。そっか、これさっきまでうまく機能していなかったからスケルトンが上に運ばれなかったのね。そんなに水流エレベーターすごいの？なんか昔の看板とかで作るエレベーターより全然速度が速くて驚いた。これ他のところに作るのマジでありだな。うわ、チェストの中身しょぼい。しかも花崗岩とか入っているけどなんだこれ。それもしかしたらさっき私が見つけたやつかもな。ああ、マリサが一度見つけたチェストだったのね。じゃあもうここら辺は探索し終えたのかな。マリサさん、ダイヤモンドおかわり。さっき8個の塊見つけてから全く気配がないぜ。ダイヤモンド見つけないとサムネ映えできないっす。目的はサムネ映えなのかよ。でも前回のダイヤモンドを前面に押し出したサムネイルの動画はなんかちょっとバズっているんですよね。あの動画なぜかわからないけど20万再生いってるよね。ダイヤモンドは動画的にもメリットしかないんじゃー。そんなエコーかけてまで言うことかそれ。とにかく、マリサはマジで確変状態だからもうちょっと頑張ってよ。私パチンコなのかよ。え、まだ機能していないんだけど、何が失敗しているんだ。めちゃくちゃ苦戦しているじゃん。今のスケルトントラップってこんなに作るの難しいんですか？私たちもまあまあ資源集まってきたね。そうだな、だんだん手持ち荷物も多くなってきた。ここはそこまで拠点と離れていない場所だし一旦荷物を預けに地上に戻ってもいいかもな。またスケルトン突っかえてるじゃん。じゃあまだ欠陥があるってことだな。何がどうなっているんだろう。水流エレベーターは機能していたと思うし。わからないなら一回自らトラップに引っかかってみれば。なかなかぶっ飛んだ考えをお持ちのようですね。スケルトンたちの気持ちを理解する意味でも自ら引っかからないとな。スケルトンの気持ちを理解する必要ってある。お、地上に戻ってきたよ。私も今地上に向かっている。っていうかここどこなんだろう。地上に出たものの、自分のいる場所わからないってやつ。あ、でも見つけた。よかった、地下で適当に移動していたら思ったより拠点から離れていたんだ。そっちは一段落しそうで羨ましい。お前の方はまだなのか。水流エレベーターさえ機能すればいけると思うんだけど。どうなっているんだろうこれ。うん？なんだ、ダメージ食らったな。うわぁ、めっちゃスケルトン溜まっているんだけど。お前ら水中の中にいても窒息しないのかい？話を聞いている限りだととんでもないことになってそう。これ水流が上まで届いてないのか。だからスケルトンが落ちてこないんだな。来た、やっと上まで水流が行った。お、これはひょっとして完成間近なのか。あとは無事に落下しているのを確認できれば完成と言っていいのでは。私たちも拠点に戻ってきたことだし、アイテム整理したら様子見に行ってもいいな。あ、私が手に入れた鉄はかまどで精錬しておいたよ。了解だぜ。よし、スケルトンのは基礎を復活させて、今度こそ、トラップが機能していますように。さあ、完成だー。おお、ちゃんと機能した。無事に一発で倒せるようにスケルトンを落下させる機能ができた。おお、これでエンチャントに関しては不自由なくやれるな。よし。じゃあ次回はもう少し周辺を装飾してみようかな。拠点とトラップをトロッコで繋げてもいいかもね。それ明暗かもな。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。
よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。